はい、フーズフューチャーディレクターの山本です。今日はミャンマーの滑空遺跡に来ております。はい、やってきました。ミャンマーの奥地、こちらはですね、あのものすごい仏塔で有名な滑空遺跡のあるところです。滑空遺跡の場所はこちらです。ヤンゴンからかなり北の方にあります。飛行機で1時間ちょっとですね。そこからまた車で1時間、そこのタウンジーという町に宿泊して、私はそこからまたタクシーを呼んでこちらの方に向かっています。タクシーは 4,50 分ぐらいの時間だったと思います。さあ見えてきましたよ。こちら遠目からですが、いやーすごいですね。そしてこの手前にある車の、これ面白いですね。板倉って書いてありますね。完全に日本の中古車ですね。はい、こちらですね。 GoPro で、広角に撮ってるので結構広々とした感じで撮ってると思いますが、この仏塔すごいですね。本当にここは来た方がいいところです。ちょっと仏塔の中を歩きたいと思います。いかがですか？なんか不思議な空間ですよね。ここを歩いてると本当に世界絶景シリーズとかに出てきそうな、そんな感じのところです。また仏教徒である、人からするとすごくこういったところはですね、心落ち着くんではないかなというふうに思います。なるべく高いところから撮りたいなと思ったので、 GoPro の三脚をかなり上の方に伸ばしております。こちら少し下から撮ったアングルですね。もう天にも届くような感じの雰囲気があります。ちなみにこの仏塔の数2478棟。ガイドブックにはパオ族の案内がないと入れないようなこと書いてあったんですけども、エントランスで5000チャット払ったら普通に入れました。まあ、その辺がもう緩くなってきてるのかもしれない。すごいね。中に入れるのかな。入っていいのかなこれ。こういうこと？入っていいわけこれ。なんか不思議な感じです。最初に滑空遺跡が作られたのは紀元前3世紀、インドによって作られたようです。その他の小さな仏塔は主に16から18世紀に建てられ、徐々に数が増えていきました。外から見た滑空の景色はこんな感じですね。すごい、これもまた迫力ありますね。本当にここのどかな、もう田舎のところなので、すごい景色が綺麗です。あれはなんだろう、トイレかな。こういうところをのんびり歩くっていうのはいいですね。大きな木が倒れてますね。まあ自然災害か何かで倒れてしまったんでしょうかね。すごい大きなこの木。それにしてもこの木本当大きいんですよ。実際行くとびっくりしますよ。すごい長さまで伸びてますからね。はい、こちら菰野東部交通、三重県にあるようですね。
そこのバスがこちらで中古として使われている。いやいいですね。地元の人ですね。日本の中古車やっぱり素晴らしいです。点取っていいのかな。こちらは駐車場のようですね。すごいねこれも。そして本当にそびえ立つ巨木。ここすごい涼しい。ちょっと行ったところにマーケットがありました。昔テレビで見たようなところですけど、実際自分がこういったところに来ると本当に感無量ですね。地元の特産品なんでしょうね。たくさん物が売ってあります。匂いもそんなきつくなかったですし、本当に市場という感じのところですね。ミャンマーの方ですかね。あの民族衣装が素晴らしくいいですね。ベトナムのノンラーみたいだけど、これこちらは、食堂ですね。ちょっと私はタクシーの運転手を待たせてしまっていたので、ここでご飯食べる時間はなかったんですけども、ただまだ時間は午前中ですからね。香辛料とかですね。この観光客買うんですかね。ちょっとそのあたりが僕は不思議に思いましたね。スイカが生で置いてある。なかなかすごいですね。柑橘系ですね。これ美味しそうですよね。多分甘いんでしょうね。これまたカラフルな帽子ですね。これもそこの民族の独特の模様なんでしょうね。ちっちゃなお姉ちゃんがお店を切り盛りしている。いいですね。地元ミャンマーの若者たちですね。遠くから見た、かっこいい席はこういう景色です。やっぱすごいですね。こうして見るとものすごい迫力だなと思います。はい、かっこいい席、とっても素晴らしいところでした。皆さんミャンマーに来た時はぜひ寄ってみてください。それではまた。